の科が、災いという意味の科で、ちょっと、ふざけておるんですが、まあ、30年余り、80年代の末から90年にかけて、撮影して、まあ、出したわけですけれども、当時はですね、バブルが、まあ、閉じかけたか、まだバブルが続いていた頃ですね。4万数千部ってのが売り上げなんですよ、5万近い。これは写真集としてありえないようなことだったんですけども、非常に私は助かったんですが、今になって SDG が叫ばれていますけれども、それの走りですね、問題提起の。で、同時にですね、当時、今から30年ぐらい前までは、日本の我々が、この私たちの環境をどういうふうに破壊してきたかっていうのも、当時の写真集を見れば見えてきますので、それなんかも含めながらお話ししたいと思います。で、これがその本の表紙ですね。1800円で売りました。で、まあ、まあ、大気汚染とか水質汚染も深刻でしたけれども、やっぱり目には見えないもの、見えないものを写真で写すっていうのは容易じゃないんですね。で、いろんな汚染物質を無味無臭だし、色も形もないし。しかし、様々な物質群が、私たちの周辺をじわじわと埋めているということだけが当時分かってたんですね。しかし、なんとか写そうということで、開始しました。すでに地球環境の危機ということも言われていたんですが、一方で、被害が進行中なのに、国はですね、日本では公害は終わったというキャンペーンを張ったんですね。で、終わってないんです。あちこちで、公害被害者がどんどん増えてるんですけれども、まあ、もう、ことの見えにくさをいいことに、使われた、まあ、嘘でしたね、それは。で、公害被害者っていうのは、激しい症状を示す重症患者のことを指すんだと。それ以外の、なんか頭が痛いだとか神経が麻痺してるとか、そんなのは偽患者だっていうキャンペーンも貼られたんですね。これはとんでもないっていうふうに私は思いました。で、問題はですね、ベトナムのカラー作戦もそうだったんですが、慢性微量汚染が自覚症状もなくてですね、何十年も積み重なった後にがんになったり、いろんな障害が出たりすると。そういうことについて、そういう状況にあるということは、その本人、汚染を受けた、微量汚染を続けている人も、被害者としての自覚はないと、分かんないと。で、もしもそれが何かの形で発症してですね、患者として保障を求めるというような状態になったときには、自分がいつ、どこで、誰によって汚染を受けたのか、その汚染物質は何かということを自分で証明しなきゃいけないです。そんなことは不可能なんですね。で、そうしないと立証しなければならないっていうのが日本の仕組みだったんですね。それではもう手も足も出ないということです。で、これがですね、そのタイトルの目次です。もう困っちゃってですね、全部ダジャレで言ったんですね。ハイテクの排泄区、フロー川のフロー川、潜在監獄、敏感、鈍感、乾電池、乾電地獄、知らぬいに知るとかですね、もう片っ端から思いつくままのダジャレで、うまくできたダジャレもありますけど、下手くそなダジャレもあってですね、これ全部見られると恥ずかしいんですが、まあ、すでにですね、いろんなところで、化学物質による被害が、進んでたんですね。で、人工化学物質っていうのは7万種ぐらいありますけれども、そのうち使ってるのは3000種、まあ使ってるのはもうちょっとありますけれども、慢性毒性まで分かっているものっていうのは2、3000種
しかなかったんですね。例えば DDT だとか PCB だとかサリドマイドだとかキノホルムだって、散々使ってですね、人体影響がみんなで分かってから使用中止になった。要するに人体実験を社会全体でやってたっていう。まず薬物が、化学物質があって、それをみんなで、使うというような形でしたね。で、私たちはその物の利用を急ぐあまり、捨てること、廃棄することに関しては、まあ、おざなりだったんですね。縄文時代の貝塚を見ればわかるようにですね、大体物は、当時は焼いたり埋めたりすれば消えてってくれたんです。しかし、まあ、縄文時代まで遡らなくてもですね、今から100年ぐらい前、150年ぐらい前に遡ってみても、ゴミは焼いたり埋めたりすれば、まあ、ある程度分解消去されたんです。だけど今のゴミは質が違うんですね。焼けば有毒ガスが出るんです。埋めても減らない。分解しない。でも、社会としての対応は縄文時代のそれと同じだったんですね。こういういろんな問題ありますけれども、捨てる人が悪いんじゃないんです。生産者がその物の、物の廃棄に至るまで責任を負わないとダメなんですね。非常にプラスチックにしろ、農薬が染み込んだものにしろ、そういう生産者責任というものを導入しなければいけなかったんです。で、まあ、汚染問題は総じて、国は隠し続けたんですね。国民にいたずらに恐怖を与えてはいけないみたいな言い方をしてですね、それで全然情報を隠し続けたということがあるんですね。まあしかし、それで人は汚染にさらされていったわけですけど、まあこうした問題をですね、写真で全て表現しようというのはとても無理なんですね。しかし一枚の写真が対象を十分に説明するだけの情報を持っていることはあり得るんです。文字以上に多様な情報を写真が表現しているということはあり得るんですね。つまり限界がある一方で写真は表現の能力というものを備えています。記録性と表現性というその両面の機能を活かし得るものが写真なんだから、まあどう構えるにせよ関心を引かれて撮ったものが答えなんだと、まあ開き直って、これにチャレンジしたわけです。まあ自由に撮ればいいんだっていうことですね。これがですね、排気ガス、はいはい、あ、これ見えますか。排気ガス、排気ガスってのが一番右の画面にあるんですけど、さて排気ガス、車の排気ガスもあれば、工場から出てくる煙もあるわけですね。この高速道路なんかに乗ると、もう呼吸が困難になるぐらい、特にディーゼルの肺炎がすごかったですね。今もすごいんですけれども、で清らかな空気を吸いたいなっていうふうに肺が飢えてるんじゃないかというニュアンスを込めて、肺が、気がしてるというダジャレにしたんですね。これはですね、もう何を、はい、自動車、車の後ろの配管、排気の管を、管を取ったって面白くないな。ともかく、高速道路で渋滞になってる状況を取ろうと。で、よく高いところから渋滞をザーッと取る手がありますけど、この車に乗ってるものとしての、その角度から見てみようっていうことで、結局これ、バックミラーに映った渋滞の、あれを撮ったんですね。そうするといろいろ色が出てきて面白い。ということで、まあ、これを使いました。で、これは、問題はし、車の排ガスだけではなくてですね、工場の排煙に、NOX、窒素酸化物があると。だから炭酸ガスは地球温暖化の原因だってことはもう当時から言われてました。だけど、その結果ですね、知らない間に増えているのが小児喘息なんですね。で、フロンガスの放出はオゾン層を破壊して、紫外線がどん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 降り注いでしまって皮膚がんを増やすということがありました。これは埼玉の製紙工場の煙突ですね。子供たちが2人いるんで、
こうも入れて撮ったんですが、ちょうど、真ん中に煙突があって、横に電線があってですね、左右シンメトリーで、なんか、縦と横の線があるもんですから、これは面白いやと思って、撮ったんですけど、まあ、こんな、撮り方もあるんだってことですね。それから、産業廃棄物がバンバン燃やされてました。今でも燃やされてますけれども、当時は、規制が緩いもんですから、ダイオキシンを含む様々な有害ガスを、まあ、出し続けていたんですね。日夜、夜中もやってます。これは豊橋あたりで撮った産廃処理業者の、施設ですけど、すごいんですよね。ああ。これはゴルフ場。ゴリフ場。ちょっといい語呂合わせかなと思ったんですが、ゴルフ場の周辺ゴリぐらいがですね、農薬散布の影響を受けるんです。で、ゴリが不調な状態になるっていう意味で、ゴルフ場、ゴリフ場で、これは面白いやって形で使ったんですが、その、埼玉県の有名ゴルフ場、この間オリンピックでもなんかやったはずなんですが、に取材を申し込んだら、ダメですと。そういうものは取材してもらったら困りますと。いや、どのように整備をなさってるか、取材者しか言ったら、いや、それもダメですということで、4カ所ぐらいから断られてですね、それじゃあ、ということで、地図を調べて、ゴルフ場の外の、ゴルフ場の境界の外の藪の中に隠れて、絶対やってるっていう情報があったもんですから、待ったんですね。しかし、朝から待ったんですけど、全然出てこない。で、朝から日中にかけては、ゴルファーたちが喜んで遊んでるんですよ。で、そんな時に農薬はまかない。で、夕方になって、そろそろ、みんな、帰るという頃、まだ夏でしたから明るいんで、そうしたら出てきたんですね。いや、よく出てきたって褒めてあげたんですが、もうじゃんじゃん巻いてるんです。シューッとこっから出してます。で、こんなすごいんだと思いましたね。で、埼玉県の調査では県下の56箇所あるんですね、ゴルフ場、当時ですね。年平均39回巻くと。一回に 2.2 トンずつ巻いてるということですね。一回じゃなくて一箇所ですね。で、ゴルファーも従業員も周辺住民も不浄な汚染にさらされると。で、青々とした芝生を冬でも保つために使われているのが着色剤、マラカイトグリーンなんです。で、そういうのを巻いた後、雨が降ったりして、排水口のにいろんなものが汚染されたものが出てくるわけですね。で、赤い色がここついてますけれども、排水口に。これは、ゴルフ場の中に埋めてしまった木材や葉っぱ、その上に芝生の、あれをカーペットを敷いてるわけですけれども、それが腐ってですね、不眠室になるんですね。それが溶き出した、鉄分、それに鉄分が付着したりして、こういう色になるんですね。ゴルフ場のアレクターは大体こういう色してます。そういう、まあ、撮影ができたわけです。もう一つ、富士山の名水。これ、茶の湯に最適な水だってことで、お茶の世界の人たちはもう、喉から手が出るほど欲しがる水なんですけども、富士の名水が汚れてるということが分かってですね、富士名水をどうしようかと思ったら、富士名水っていう、富士の病の富士、富士にして、名水ってのは酔っ払ってる。こんなもの飲んだら酔っ払ってガタガタになるぞっていうニュアンスを含めて富士名水にしたんですが、アホな言葉遊びですね。ハイテク産業が進出、富士山麓に進出してですね、そこが出す化学物質がバーッと地下水汚染をしたんです。これは柿田川っていう川なんですが、これはもう環境庁推薦の素晴らしい川で、ここに生える藻が素晴らしいんですね。その綺麗な柿田川の水も汚染されたんです。で、そこの湧水、湧き水があるところは、ここでみんなお茶の人たちが汲みに来るんですけど、それが TCE で汚染された。TCE ったらテトラクロロエチレンとかですね、トリクロロエチレン。塩素がエチレンに3つくっついたり、4つくっついたりして、
いる物質ですね。非常に発がん性もあるし、有害なものです。で、それを洗浄剤として使ってるんです。なんでハイテク産業が洗浄剤かっていうと、1ミリ角の中に何万本もそのラインを敷かなきゃいけないっていうような精密工業ですから、くしゃみの粒一粒でも、あるいは鼻毛一本でも、ほこり一つでもあったら使い物にならなかったわけですね。それが邪魔して。ですから一切何にもないところで正常な空気の下で作業が続けなければいけない。だからその前に洗うわけですね。基板を。その洗浄剤、強力な洗浄剤がテトラクロレチレンだったりするんです。これはトリクロレチレンも含めてクリーニング屋さんでも使ってる化学物質ですね。で、それが地下水がいっぱいある、豊かにあるんだぞということで富士山麓まで来てその工場が設置されてですね、それがそれを使ってな垂れ流すもんですから地下水まで汚染されちゃった。だけど富士山頂の水はですね、潜水と言われて難病、奇病も治す。霊験新たかな水だったはずなのに、もうそれがダメなんですね。まあ、ここで汲んでったお茶の好きな人たちは、お茶ってのは大体茶釜でお湯を沸かしてから、お茶を立てますから、まあ、お茶を立てれ、沸かせばですね、この水は、中の トリクロレチレンは揮発していくんですね。だから多分被害は、お茶の人たちには少なかったと思うんですけど、これ美味しいっつって生のまま飲んだ人たちは大変ですね。何十年か後に影響が出たかもしれない。でもそれは自分では証明できない。ということですね。これがハイテクパーク、富士小山の看板を立ててる三井不動産の人たちですね。御殿場や裾野市にハイテク産業が集中したわけです。こっち、道はこっち行くといいよっていう看板を立ててるとかですね。それが富士の名水を汚してしまったという事件があったんですね。でも一旦汚れたのはもう取り返しがつきません。で、この不老川っていうのは埼玉県、私の近くを流れてる川なんですが、不老川にしたんですね。この不老っていうのは、要するにこの泡がふわふわ浮いててですね、すんざまじい絵になるわけですが、そういうお話として見ていただきたいというつもりで不老川にしたんですね。こう、うまい具合に不老川と不老川が音も一緒になったんですが、このホイップクリームのようなこの泡はですね、合成洗剤なんです。ラス系の、LAS 系の合成洗剤。ラスってのは、今では少なくなりますけど、当時はもう盛んだったんですね。どういうものかというと、石油から作る合成洗剤で、ほとんどラス系が多かったんじゃないですかね。リニア、アルキルベンゼン、スルフォン酸ナトリウムという物質なんです。で、なんでそのラスがここに、川に多いかっていうと、この川の周辺が住宅地になりましたけれども、下水道が完備されてないのに住宅がブワーッとできたんです。そうすると水道はありますから、水道から出ていろんなトイレの水から、風呂の水から、台所の水から全部川へ流すしかないんです。それでみんな、だからこれの原水はですね、家庭排水なんです。あるいは工場排水なんです。工場も川へ流しました。で、みんないろんな洗浄剤を使ってますから、こんな泡だらけ。これちょっと、あれですね、アブストラクティブな絵にもなってますね。すごい。で、悪臭もします。なぜかというと、分解、ラスは分解しないのと、川の中の生物が死に絶えるんですね。まあ、この BOD、生物学的、あれの酸素濃度を測ると、日本一の汚染河川だってことが分かってですね。これが。で、源流遡ってって、最上流は何かと思ってみたら、ラブホテルだったんですね。これです。ラブホテルに夜に行って撮影したりすると、まずい人もいるでしょうから、真っ昼間に行ってですね、撮影しました。この排水管が最上流の
こっからちょろちょろ流れてくる水がフロー川の源流だったんですね。あらららと思いましたけれども、まあ面白いなと思ってこれ撮影したんですが、でこっちも要するにこの怪しげな水まみれになりながらジャブジャブ入ってって撮るしかなかったんですね。このなんかタワーのあるようなラブホテルが今あるかどうか知りませんけど、まあこんなところが源流で住宅地を流れて行くという川、それがフロー川だったんだっていうのが分かってですね、いやー面白いなーと思って本にしたわけですね。まあ子供たちがその川岸で遊んでるんですね。だからダメ、こんなところで魚釣って取ったってダメだよって言ったら、魚なんか取ってないいないよここにはつって、泡がいっぱいあるからあの叩いて遊んでんだつって言ってましたけど、まあこんなに泡があるのも遊びの材料になるのかなと思って、これは面白いなと思って撮っちゃったんですけど、今の子供たちだったら撮らないでとか言うかもしれませんけど、どんどん撮っちゃうといいんですね。肖像権なんて撮る側が心配しちゃいけません。撮られる人よりも撮る人の方が心配してるってことがありますけど、そんな必要ないんです。どんどん撮っちゃって、クレームが出たら、ああそうですかっつって直せばいいわけで、どんどん撮るのが先決ですね。でこれやってたら NHK が面白いって言ってですね、これを1時間番組で現代ジャーナルで取り上げたんですね。それで鎌田聡さん、鎌田圭さん、で頑張ってる彼が私のところまで来てくれてですね、で彼と一緒に川べりを歩いたりしながら、フロー川と日本の汚染の問題を、NHK も人の写真集を使いながら番組を作ったんですね。でまたその写真集に戻りますけれども、これ潜在監獄、潜在はもううまい語呂合わせができなくてですね、監獄にこう入ってるような風景だから潜在監獄としたんですけど、何かというと1980年の琵琶湖条例で回収されたリンが入った合成潜在、それがですね滋賀県大津市の青年の家に封印されたんですね。何室もあったんですけど、全室合成洗剤だらけ。69トンが入ってました。で、琵琶湖の水系へのリンの流入を防ぐ、進んだ対策となったんですね。で、みんな、お母さんたちが合成洗剤、そんなリン、琵琶湖を殺すんですかということでみんな持ってきました。で、これがいっぱい詰まってる、合成洗剤の監獄だな、これはと思いながら撮影したんですけれども、それを撮りました。まあ、琵琶湖がですね、不栄養化して、それは原因はリンであると。リンというのは、農業でいうと、肥料の一つになりますね。だから、窒素リン酸カリの一つですから、リンが増えると不栄養化しちゃうんです。そうしたアオコが発生して死んじゃう。湖が死んじゃうということがあって、この禁止条例ができたんですね。でまあそれで、これが潜在監獄という名前でこれやります。それから今度は敏感鈍感、これはうまく語呂合わせてきましたね。敏と感について鈍感であると、これはもうしのぎを削るビールメーカーがですね、ここでは仲良く一緒、サントリーもキリンもみんな一緒ですね、朝日も札幌も。で、そういうふうに潰されて、これはまあアルミとして回収されてるわけですけれども、この回収された形を取ったんですね。非常に面白い光景だなと思って撮りました。飲料缶というのは1988年には年産200億個を超えています。今もうどのぐらいか知りませんが、もっと500億ぐらいいってんじゃないかなという感じがしますね。で、空き缶というのは昔の人のセンスで言うと、缶切りで蓋を開けた缶からのことを言うと思ってましたけども、今はその当時もですね、大半がプルタブ付きの缶だったんですね。こういう飲料と缶コーヒーやらジュースやらそのビールやら何やら全部集めて、それを高校生が、まあ中学生が集めてですね、あらゆる色があるということで、北斎の富嶽三十六景を、赤富士を作ってですね、5200個で作り上げて、2階の窓からぶら下げたんです。素晴らしい作品ですね。2年7組の作品です、これ。
まあ、こういうことを皮肉を込めて子供たちがやったりしたわけです。これは瓶。空き瓶も年間200万トン。当時は何にも回収しない時代でしたから70億本が出て、そのポイ捨てがもう横行してたんですね。繰り返し使えるリターナブル瓶っていうのは考えを潮めて、ほとんどがワンウェイ瓶ですね。使ったら捨ててください。で昔はですね、空き瓶に醤油を入れてもらう。ビール瓶に醤油入れてもらうとか、お酒入れてもらうとかいった量り売りがあったんです。油を入れてもらうとかさ、それはもうないんですね、その仕組みは。で、ポイ捨てが横行したんです。で、後でも出ますけど、これどうしたらいいかっていうことで、これ全部回収、さっきも出たようにですね、回収責任はこれを使って商品として売り出したメーカー側にある。全部回収する責任はメーカーである。というのがヨーロッパの考え方ですね。ですから、メーカーは繰り返し使える、何回でも使えるリターナブル瓶を強化ガラスで作ってですね、それで液体を売ってるんです。だからそれが帰ってきても洗浄、洗えばまた使えるんです。そういう形。それから瓶を1本持っていれば5円とか3円とかお金がもらえるんです。デポジット制で。で、そのお金を集めれば、100本も持っていけばそれなりのお金になりますから、1本10円っていうのもありますから。欧米、ヨーロッパでもそうでしたけど、アメリカでもそうですね。それもやってます。もうポイ捨ての瓶とか缶とかないですね。日本はまだありますけど。どうしてかっていうと、ホームレスのおじさんたちもですね、あるいは子供たちも喜んで瓶や缶を見つけると拾っちゃうんです。そしてスーパーへ持ってってお金に換えると。自動換金機が設置してありますから、そこ入れればいいんですね。そういう制度を日本は導入するのを未だに拒んでます。これを捨てた人がお金に換えるんじゃなくて、別な人が拾ってお金に換えるというのは、不合理である。そんな不合理なことを、進めていくわけにはいかないっていう経産省の考え方ですね。そんなことないんです。その不合理じゃないんです。それでいいんです。捨てた人はもう権利放棄ですから。だけど、日本ではそのデポジット制がまだ実行できていないんです。これはこの乾電池。乾電池の地とですね、地獄の地とこう掛け合わせたんですけど、もう今や電池がなければ何にも動かないですね。パソコンもそうです。携帯もスマホもそうです。時計もそうです。ラジオもそうです。年間32億個が生産されて、消費後は埋められちゃうか捨てられるか、あるいは焼却炉に行って弾けてるのもありますね。で、そのうちのわずか数パーセントが北海道へ持ってかれます。これそうですね。こういう普通乾電池の中にも水銀が一定程度入ってます。水銀電池ばかりじゃありません。で、それが地面に埋められたり、焼却炉で弾けたりするとですね、中の水銀が気化して水銀蒸気となって大気中に出るわけですね。それが環境中で有機水銀化すれば、知らない間に少しずつ、水俣病の原因となった有機水銀、メチル水銀が、を吸い込んだりする。あるいはどっかで触って、それが体の中に入ってきたりするということにつながるわけです。これもメーカーが回収しなきゃいけないんです。それを日本は、それを水産省が断固拒否してますから、メーカーは、自治体が怖ければ自治体がお金かけて回収しろ、無害化しろ、というふうに言ってます。それで各自治体は泣く泣く回収した乾電池を北海道の層雲峡である糸無化の工業所ってのは、昔の水銀鉱山の工場でした。そこが水銀を取り出すことができるっていうんで、そこへ持ってって、処理してますね。これ水銀電池です。これもカメラなんかにいっぱい入ってますね。それを土へ埋めたり燃やしたりしちゃいけないんです。で、糸無化工業所、私も行きましたけれども、こういうものがありました。だけど、そこ行ってるのはごくわずかですね。生産量の16分の1、あとの16分の15は
やっぱり埋められたり捨てられたりする。糸向こうまで持っていくのは金かかってしまう。だけど、どこにも、他で処理できるところはないと。で、メーカーは知らん顔してますから、これは全部税金で、地方住民税やいろんなものでこれが処理されてるんですね。そんな不合理はないと思います。しかし、それをやってるんです。それは今でも続いてると思いますね。もう少し他でも処理できる工場ができたと思いますけれども、メーカーは依然として知らん顔してますね。そんなことを許しているのは日本ぐらいですね。もう欧米も全部それは許していませんね。その水銀、メチル水銀中毒。知らぬ遺骸を汚した水の窒素の有機水銀垂れ流し事件ですね。この知らぬ遺骸はこの打たせ漁って言って、この帆を上げてわーっと網を引きずっていく漁が盛んだったんですけど、もうこういう漁ができる漁師さんたちもみんな病気になったりしてですね、水俣病が患者が多いんですけど、激減してますね。で、水俣病は友人スミスが取ったり、桑原市政なんかが取ったのは非常に有名ですけれども、やっぱりこれも取っていかなきゃいかんと思って私は取りました。というのはですね、アイリーン・スミスさんとも話したんですけど、厚生省はですね、この激症患者の写真を見せて、有名写真家が撮った写真を見せて、水俣病ってのはこういうものであると。お前さん、水俣病だって訴えてるけど、こういう状態じゃないじゃないかと。頭が痛いだろう、神経があるだろう、震えが来るだろうっていう、そんなの嘘を偽患者じゃないかっていう言い方で、申請をバンバン切ってきたんですね。何万人も申請しても、1000人とか1500人しか認めないというのがこの時代でした。で、そうです。だからそういう激症患者でなくてですね、本当に軽症でありながら、水俣患者として戦ってる人たちも記録しなきゃいけないなと思って、まあ現地に入りました。このおばあさんはもう咳込んで、これが止まらないんですね。で、知らぬ遺骸なんですけど、窒素は有機水銀を流して、そのもう60年も経つんですけれども、その水俣病患者はまだ戦ってます。未だに救済され尽くしていないんです。当時は2万人ぐらいの患者が出て、2500人ぐらいが救済認定されましたけど、医者が2万人を認定してもですね、厚生省が認めない。そういうやり方でしたね。今は8万人ぐらいが認定されて、かなり認定されるようになりました。でも、まだお前違う偽患者だっていうふうに言う厚生省の物差しがありますね。それに合致しないと排除するというやり方が続いています。これは経験、首がもうしちゃって肩が凝るし神経は痛むしという水俣患者を牽引するまあ、経験は症候群になった方もやりますけれども、この患者たちがここへ来て、毎日毎日首を牽引するということをやってましたね。でこれは宮内秀平ちゃんという女の子なんですけど、27歳、胎児性水俣病で誕生して、今27歳になってますけれども、歩くことも話すこともできなくて、しかしこの看護婦さんの山近さんという人が偉くてですね、毎日のように通って、彼女の全く話せない彼女の反応を引き出したんです。で、いろいろどうも耳が聞こえてるらしいって方が分かってきてですね。で、笑ったり、泣いたり、彼女が出す声、あーとか、うーとかいう声とですね、その笑顔とかで、コミュニケーションができるというところまで、ひふえちゃんの能力を回復させたんですね。素晴らしいことだと思います。だから私はなるべく患者さんを、なんていうか材料のように取らないで、なるべくその人格を尊重しようと思ったんですけど、なかなかそれは難しいんですけど、でも、取りようによってはそれができるんですね。この山近さんっていう看護さんの偉さ、それからこの子がそれに反応してる偉さ、そういう治療もあるんだということをこの時痛感しましたね。
から鹿児島の長島の行人岳まで行くと山頂の祠があって、そこの石に人々は水俣病を今後の水俣病回復の願いを託して書き込んでますね。今後の水俣病患者認定に決まりますよ、認定してくれないんだ、私は一生はかかってますって書いたんですね、昭和59年、84年ですか、ね、母の病気が早く治りますよ。なんかもう本当に患者たちの祈りがここに積み上がってるなという思いでこれを撮影しました。それからこれは胡椒は胡椒色、胡椒っていうのはもともとはこういう色なんです。干したりあれして茶色くチョコレート色になったりしてますけど、あるいは真っ白いのは漂白して白胡椒があったりしますが、もともと木になってる胡椒というのは緑色なんです。で、まあ、この湖は本当に胡椒の色してるなと思ったもんですから胡椒は胡椒色にしたんです。これは青子です。長野県の諏訪湖ですね。青子がびっしり繁殖しちゃったんです。不栄養化です。こんなゴミもいっぱい。これは諏訪湖はですね、周りが山に囲まれた盆地の底にある湖です。ですから生活雑把やあるいは工業排水がどんどん流れ込んで窒素やリンが増えると、そして青子が異常発生すると。で、諏訪湖もワースト1になったこともありますね。で、同時にこの周辺がですね、精密工業がいっぱいあります。私が使ってる写真のプリントに使ってるエプソンなんかもここに本社があります。工場もあります。で、そういう工業排水も生活排水もみんなここに流れちゃうんです。で、その浄化が進んでなかったんですね。それでまあこの湖の水が浄水源にはなってないもんですからほったらかしだったんですね。で、まあここ諏訪湖に限らずですね、全国395箇所の湖の基準達成率は 43% でしかない。で、湖の表面を見てるとですね、これは面白いなと思ったんですけど、これドクロの目玉がありますね。鼻があって口がある。これをドクロと見ろっていうのはちょっと無理があるかもしれませんが、いやー、俺を睨んでるなと思いながら撮ったんですが、こういう文様が出てくるぐらい青子が異常発生していると。で、青子が一旦発生するとですね、日が当たると水面に全部浮いてきちゃうんです。中でぐちゃぐちゃ、混ざってたの。で、水面にこれが浮いちゃうと、フィルムが貼られたのと同じで、日の光が下へ刺さないんですね。それで、下の生き物が、植物も、魚も動物なんかもみんな息苦しくなっちゃう。死んじゃうものもいるという不栄養化ってのは、栄養がたくさんあっていいななんていう話じゃないんです。非常に危険な事態を引き起こすということですね。これは宍道湖。鳥取県と島根県をまたぐ宍道湖中海ってのがありますけど、そこで宍道湖ってやったんですが、真面目に考えろっていう意味合いですね。宍道湖を埋め立てて、これは宍道湖ってのは海の水も入ってきて真水もあって汽水地帯ですから、非常に豊かな海や川の魚が両方とも育つという素晴らしいところなんです。宍道湖八珍という中海八珍という素晴らしいワカサギやシジミやいろんな魚がみんな取れるという地域の名物なんですけど、そこが埋め立てるという工事を国は始めました。で、同時に大型のいろんなゴミがそこへぶち込まれるような事態になっちゃいました。で、汽水湖を淡水化してですね、中海干拓事業計画、なんだっていうふうに問い合わせたら、こう干拓して農地を作るんです。農業を推奨しなきゃいけない。だけど一方で農水省はですね、もうこの時には減反政策です。米を作るなっていう政策を推進したんです。そこで終戦直後にアイデアとして上がった、ここに農地を作って水田をたくさん作って食糧難に備えようっていうアイデアを今頃になって実行しようとし始めたんですね。要するに今なんかもう農業をやるんだったら他も減反やめろって言いたいんですけれども、そうはしなくて、ここを埋め立てちゃう。
要するにこれは工事、その建設業、土木業が潤えばいいんだなって感じがしたんですけど、その通りでしたね。何百億円も突っ込んで埋め立てを始めてですね、途中でやっぱり意味ないって言ってやめたんです。この無駄な金をどうするのかっていう、その責任は何にも問われませんね。アベノマスクが責任問われてないのと同じです。アベなんか独特としていっぱい希望者が来たなんて昨日記者会見で言ってましたけど、そういうあのバカな行政がしょっちゅう繰り返されてますね。これ琵琶湖、さっきの話の続きになりますけれども、琵琶湖はやっぱり青子が、リンが入って青子が増えてですね、大問題だということで、この岸辺を人工何社もできた、足も植えた、でこういうあの空気をガチャガチャ混ぜて、酸素を湖に入れると、そういうことで浄化をする。でこのエネルギー源はこのオランダ風の風車であると、この風車が回るとこっちも回ると。ほら、しかし焼け石に水ですね。こんなもんではどうしようもないんです。だからその浄化をする琵琶だけが広がったぞということで、琵琶湖琵琶湖にしたんですけど、琵琶湖の鹿島、やっぱり川岸も湖岸もこういうあのゴミ、絶対分解しないゴミで、いっぱいですね。だけどこの琵琶湖の水はですね、大津の先で南岸でずっとあの堰があって、そこから大阪京都の方へ流れてですね、近畿1300万人の水がめなんです。ここは途中できれいにして、もちろん水道水にするわけですけれども、この琵琶湖の汚れが東京湾の汚れよりもひどくなっちゃったんですね。それで琵琶湖不栄養化防止条例っていうのが施行されて、ここにいろんなものを流し込んじゃいけない、ゴミも入れちゃいけないっていうふうにしたんですね。しかしかなり手遅れだったんですね。まあなんとかきれいに、その後きれいになりましたけど、もう一つの問題は農薬散布です。空中散布はバン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 増えていたし、これやると手で撒くよりもずっと楽に早く終わるから、生産コスト引き上げにいいんだと、人件費もかからないということないんですけれども、農薬産業は大喜びですね。こんなにバンバン撒いてくれる。住宅があろうが何があろうがみんな撒いちゃうんです。農薬の大量消費につながるんで、化学産業と農林省はもうくっついてますけど、そういうその大量消費を奨励する国策ってのはいかがなものかっていうことですね。まあ一応人家に近づくとかやって反転しますけれども、風が吹けばガーッと家をみんな覆っちゃうわけですね。でこの後早朝に巻くんですけど、この道路をここ通勤の車で動いてますけど、あの徒歩の人たちも駅に向かってここ、あるいは自転車の人もここ通るわけです。そういう人体に引っかかるぞっていうことを無視して、これをバンバン奨励したんですね。もう田んぼの水田の農地の3割はもう空中散布やってるということです。でその散布されるのは肥料ばかりじゃなくて、殺虫剤や殺菌剤、除草剤もどんどん撒いたわけですね。でそういう化学産業の、 あの、農薬の新しい新農薬をどんどん奨励するというような政策を、まあ、業界優先ですから、そういうことをやったんですね。でここには MO 流剤、稲に安全だよ、これ除草剤です。これがありますけど、でもこういう農薬を使うとですね、ちょっとした風でも倒れてしまう、あの稲の立ち上がり力が非常に弱くなっちゃうんです。脆い弱々しい稲が育つんですね。もうこれ収穫直前なんですけど倒れちゃってる。 MO 流剤っていうのはクロロニトロフェンっていう、やっぱり有機塩素系の農薬です。で稲に安全って書いてあるんですけど、人に危険と書きゃいいのに、それ書かないで売りさばいたんですね。日本中で使いました。で結局人に有害で、これはあのいろんな胆のうがんを引き起こしたりするってことが分かって使用禁止となりました。でそれは大牟田の産生化学が作ってたんですが、そこへ、まあ、そこの工場まで行ったんですが、そこにみんなあの全国からそこに、
MO 流体が集まってですね。で、それを後で人づてに聞くと、どうやら東南アジアに輸出しちゃったということですね。日本で有害だと分かってたものをなんでんなところへ外国輸出するんだっていう。それはもう許しがたいと思ったんですが、まあそういうことをやってたわけですね。そういう農薬のかかった果物やら何やらを食べた猿がですね、淡路島のモンキーセンターの猿ですけども、手首から先がない。こっちも指がない。手足がない。足がない。こういうだるまさんみたいなお猿さんが生まれたりするんです。こういう人もそうですね。化学物質があるとこういうことが起こります。で、農薬だらけのみかんに虫が食っちゃいけないということで、これはいっぱい殺虫剤撒きます。みかんも柿もそうですね。それから穀物、輸入穀物。彼ら輸入小麦のとか大豆を食べています。人と違うのはですね、彼らは煮たり焼いたりしないんですね。洗ったりもしない。まあ、洗ってですね、煮たり焼いたりすればかなり、毒性は消えてきます。だけど、猿の場合にはそういうノウハウがない。だからこんなひどい目に遭うわけです。しかし、同じものを人間は食べてるわけですから、染み込んだ分はどうなるんだと。洗ったって落ちない分があるじゃないかっていうことが、この猿の状態を見て人間は学ばなきゃいけないんですね。この子、コータっていう名前で、ここのモンキーセンターの園長が可愛がってましたけど、これも両手両足がないんです。でも長く生きてよかったですね。しかし、この猿の習性を見ているとですね、両手両足がないとか、さっきの子供みたいなのに対して、いじめがないんです。助けるんですね。で、食べ物を持ってきたり、いろいろ、転がったら起こしてやったりとかっていう助けがあるんですね。だけど、まあ、こういう、いろんなことで死んだ猿の臓器を見ると、有機塩素系の農薬類が見つかっている。有機塩素系ってのは大体殺菌力が非常に、殺す力が非常に強いものが多いですから、人体影響もすごいんですね。まあ、こういうことが、モンキーセンターで起きていたと。この PCB も有機塩素系の化合物です。ポリクロロビフェニール。ポリってのはいくつもってことですね。クロロってのは塩素ってことです。だから塩素が多重についたビフェニールの、という物質なんですが、これはですね、絶縁体として使われてたんです。電気を通さない。燃えない。燃えにくい。温度も上がりにくい。ということで、トランスやコンデンサーの中に必ず入ってました。しかし、それ、コプラナ PCB とかですね、ダイベンゾフランっていうダイオキシリンが入っていたということで、使用禁止になりました。で、これはですね、兵庫県の高砂市にある、金淵化学の高砂工業所の写真です。ここが製造したんです。同時にここにみんな国中から集まりました。禁止になってから。国中から集まれたってほんの一部しか集まってないんですが、それを保管しているタンクですね。で、非常に特殊な方法を駆使してですね、ダイオキシンに添加しないようにしながら PCB を焼却処理したんです。低温で燃やすとダイオキシンになっちゃいます。だから超高温で1500度とか、鉄が溶けそうな温度で、処理したりしたんですね。まあでも、そこで保管処理してますが、垂れ流し、漏れ出ちゃうのもあるんですね。それが金見湯事件につながるわけです。で、この金見湯、金見ライス、米ぬか油、高級しらしめになってますが、このビールのやつもそうですが、ここにダイベンゾフランやコプラナ PCB、ダイオキシン類ですね、両方とも、が入っていて、それを気づかずにお天ぷらなんかにして食べた人たちが金見湯になったんです。なんだこれはと思いながら、自分でもどうしてこうなるんだってことわからないまま、カネミウショウってのはずっと広がっていったんですね。それはしかも次の世代にも異常を出すというひどい公害事件になっていったわけです。最初はほとんど認定されませんでした。だけど、だんだんその因果関係が学者たちの疫学調査によって分かってきて、カネミが作った PCB が原因だと。カネミは責任取れっていう形で運動が
大きくなりました。今でも運動は続いています。この間少し認定患者を増やしましたけど、まだ全面解決には至っていません。で、PCB はですね、電柱のトランスやコンデンサーなどに絶縁油として使われていて、この巨大なトランス、トランスの中にびっしり入っています。で、この大きいものはこれ電柱にくっついています。これ電柱からのトランスの外す作業が随分10年もかかってやられてました。それみんな PCB の処理です。で、それが混入した食油、その中にはダイオキシンが入ってたんですが、それを食べたのがカネミウショウですね。同時にこの高砂工業所の沖合の海の中はですね、ヘドロの中に PCB がいっぱい、くっついていたんです。これを浚渫せよってことだっていっぱい浚渫したんですが、まあ浚渫しといてこういうところへ保管じゃないで、これは野ざらしですね。そしたらまた PCB が海へ戻るわけです。だから瀬戸内海のですね、汚染は一時期すごかったんです。ダイオキシン汚染もすごいし、さまざまな汚染物質があってですね。内海、瀬戸内海というのは内海ですから、閉鎖系です。閉鎖水系ですね。湾もまあ、出口が一つしかない閉鎖水系ですけど、湾とか内海っていうのは、なかなか物が流れ出ないんです。だからこういうところで溜まっちゃうということの原因を作ったのが、カネミオイルですね。カネミの PCB です。だけどその PCB のトランスやコンデンサーってのはこういうところで大規模にあったかで大問題になったのかって、そうだけじゃなくて家庭で使われてた蛍光灯を外すちっちゃいコンデンサーがついてます。あの中にも入ってたんですね。だから古い蛍光灯の中にはまだ入ってますから、あんまり古いものを使ってる方は古すぎるとですね、時々もう寿命が来てコンデンサーが爆発したりですね、そうすると大悪心が散りますから、泣く泣く金をかけて新しいのにした方がいいかもしれませんね。で、学校やなんかでも全部蛍光灯は新しく取り替えましたね。まあ、そういう身近なところにコンデンサーやトランスがありますから気をつけなきゃいけないですね。で、そういう焼却炉、焼却してボロを消してしまおうという焼却炉があるんですが、物を消化するのに苦慮するんですね。焼却炉、こっちも焼却炉と呼んでほしいんですが、その有機塩素系の化合物というのは PCB や塩ビなども含めてそうなんですが、あるいは農薬もそうですね。燃やせばダイオキシンを生じちゃうんです。塩ビなんてのは一番たくさん我々は使ってますけれども、塩素とですね、エチレンの、まあ、重合体ですね。重量比で言うと6割が塩素です。だから塩ビなんか燃やすともうすぐ燃えてる炎の中でダイオキシンがもうできてます。だから、やたら燃やしちゃいけないんですね。しかし、燃やしてもダイオキシンが出ないほど高温の炉で燃やすんだということで厚生省が指導してですね。まあ2000本ぐらいあった自治体の炉、今は1400本ぐらい残ってますけど、それがみんな高温炉、千数百度が出るような特殊な炉に変わりました。だけど、ダイオキシンがあるかないかをどこで測るかというと、肺炎、焼却炉から出てくる煙のをですね、水の中を通して、そこで、ダイオキシンを補修するわけですが、一番燃え盛ってる時に取り出さいという指導があるんです。厚生省のマニュアルにはそう書いてある。一番燃え盛ってる時ってのは、ダイオキシンが全く出ない時なんです。そうじゃなくて、点火したりですね、あるいは火を消す、沈下したりする。そういう温度が下がる時にわーっと出るんです。その時は測るなっていう指導をしてるんですね。だから今でもダイオキシンは出てます。でもそういう時の数値のデータとしては出てないことになってます。測ってないから。だから、焼却炉ばっかりでやるってのは危険なんですね。ドイツやアメリカも焼却炉には頼ってません。物は全部リサイクルする。塩ビなんかをリサイクルして、ちょっと処理すれば、塩素とエチレンは分離できますから、簡単に分離できる。だから塩ビなんか燃やす必要ないんです。でもメーカーが全部回収しろっていう責任を、産業界、業界、まあ、責任を、生産者責任を課してませんから、全ドン燃やしてるんですね。塩ビ業界なんか大喜びです。
全部これも自治体のお金で燃やしてくれるってるわけですから、そういうあの遅れたあの廃棄物処理のシステムが日本では横行してますね。今でも同じです。特にこういうもの、これもコンデンサーもトランスも中に入ってれば、この塩ビで作ったこのプラスチックがいっぱい使われてますし、それから配線もですね、全部銅の金が、銅の線があって、その周りを塩ビが、進んでます、起伏してます。で、その銅みたいなものが加熱されるとですね、その塩ビなんかはすぐ銅が触媒になって、ダイオキシンにバーッと変化してくるんですね。だこういうものの処理も全部メーカーが引き取って、あれしなきゃいけないと。無害化しなきゃいけないということなんですね。だんだんそうなりつつあります。このデポジット制にこの電気製品はなってきました。しかしそれも消費者負担なんですね。売るときにですね、デポジットして、メーカーが全部引き取るようにしていけばいいんですけど、デポジットされたものは今度は産廃処理業者が処理するというような仕組みがありますね。これも川沿いにこんなもの、これ全部不法投棄です。当時はこんなものが当たり前の光景でしたね。今はほとんど少なくなりました。それから東京湾は東京湾。これも前で言ったら、東京湾、東京湾の、東京都のゴミだけじゃありません。この近県のゴミがみんな東京湾へ持ってって、埋め立てられたんですね。中央防波堤の外側埋め立て地ですけど、これは。で、この辺りが、その後、サンドイッチにされて、上に今度は焼却灰が黒いのがバーッと来ます。そしてその上からまたゴミが来ます。そしてまた重い焼却灰が来ます。で、サンドイッチにしてずーっと押し固められて、そこが造成地になってですね。オリンピックの会場にここなったんじゃないですかね。何年も経ってば、10年も20年も経つと、どん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 これ沈下してきます。これ、こういうの、それなりに弱まりますから。重みで潰れてきますから。それですから、大きな巨大なビルが作れない。ですね。だから、この、ゴミを東京湾に埋め立てるのはいいことだ。土地が増えていいんだっていうふうに、当時の東京都は言ってましたけど、とんでもないことです。こんなことやっちゃいけないんです。アメリカも、カリフォルニアもニューヨークもですね、海にこういうものを埋め立ててはいかんという、もう、条例があります。日本はどんどん埋め立てましょうというやり方ですね。全部生産者が回収すればいいんです。これ全部ほとんど塩ビでしょ。塩ビがですね、窒素、水俣工場で作った、あれそこは、お塩から、塩を電気分解して塩素とナトリウムにします。ナトリウムは農薬の原因、化学肥料の原料になります。で、塩素の方は捨てるはずなんですが、それを塩ビ業界が引き取って、塩ビにします。で、非常に安くできる、一番安いプラスチックなんですね。それで、無害化処理の義務を課せばですね、塩ビは高くなります。そうすれば塩ビが、のほうずにあちこちでこのゴミになっていくっていう光景はなくなるんです。そうすればいいのに、その生産者責任を問わないというのが、まあ、業界と結びついた政治を長年やってる日本の保守政治のやり方ですね。これ唯一千葉沖合に残ってる足が生えている海岸です。しかしまあここは遠浅だからそうなってるんですが、この護岸はきちっとできてます。だから、ここもですね、フェニックス計画だの、臨海部開発計画だの、もう、いっぱいのプランがですね、目白押しでやってまして、まあ、ゴミの、埋め立て地になっていくわけですね。東京を見るとこういう光景です。東京空から見るとこうなんですね。だけど問題はその、バブルで土地を持ってた人が大儲けをしてですね、狂乱時間が売買ゲームで続いたんですね。だから庶民、一般庶民、サラリーマンは東京の土地を買うことはできません。もし土地を買って家を建てようと思ったら、遠くて高くて狭いものしか確保できないんです。その今で言うともう4000万、5000万が当たり前ですね。で、通勤2時間、3時間は当たり前。で、そういう遠くから出ないと通えないということになってですね、都心のマンションもオークションがもう当たり前になってますね。
普通のサラリーマンがコツコツ働いて、もう退職金でオークション買えるかというと難しい人が多いでしょうね。で、公団でさえですね、家賃が月額20万30万というのも珍しくないんです。だから土地や空気や水といった暮らしの基盤をこの汚したり投棄したりして、それで利潤を引き上げるという材料にさせてよいのだろうかという感じがしますね。まあこういうことが東京の病気の一つとして、こういう病態として現れているということですね。それからこれも30年前に問題提起したんですが、アスベスト、これをクローズアップで撮ったんですが、この針のような真珠結晶がですね、アスベストの、ですね、これがあるもんだから綿と同じで断熱材として使える。壁の中にびっしり入れたり、これを吹きつければですね、屋根や鉄骨に吹きつければ音を防ぐことができる。そういう防音装置にも使われたんです。で、燃えませんから、綿のように燃えませんから、素晴らしい断熱材だということで、あらゆるビルディング、あらゆる学校と家庭、普通の建物にも使われましたね。今でも使われたままだと思います。アスベストを使ってるってことは、日本人のその明日を蔑んでる、蔑視してる。こんなものやったって大丈夫だって、死ねさ早く死ねっていうような対応になってるわけです。で、これが 0.2 ミクロンとか、そういう細かい粉塵になってきます。だからこれを解体現場は大変です。こういう、もう放射の、原発処理と同じぐらいの完全武装でないといけないことになってます。しかし、これをしないまま解体処理をやってる現場が多いんです。でそういうところでアスベストの断熱材が壁の中に入ってますから、それをユンボで剥ぎ取るときはですね、その粉塵がブワーッと周辺に飛び散ります。で、何ミクロンという 0.2 ミクロン以下の粉塵が漂うとですね、人の肺の中に入ったかどうかも気づかないまま、肺に刺さります。そうすると悪性中皮腫という癌になります。これはですね、0.2 ミクロン以下というと、煙の一粒よりも小さいですね。肺がんになって死ぬんです。このアスベストのせいかどうかは分かりませんけれども、悪性中皮腫で亡くなる有名人は多いですね。アメリカでいうと、スティーブ・マクイーンという俳優がこれで死にましたね。日本でいうと最近では、そう言っちゃいけないんでしょうけど、悪性中皮腫がなんか原因かとは言いませんが、紀子さまのお父さん、学習院大教授が悪性中皮腫で亡くなりましたね。いつどこで何を吸ったのかってのは本人も記憶してません。原因不明のまま悪性中皮腫になる方が増えちゃうわけですね。それからもう一つは輸入農産物。輸入農産物します。牛肉オレンジの輸入自由化が決まったんですが、日本の上は衰退していくわけです。輸入食品の安全性チェックも多くがですね、目視と匂いに頼ったんです。日本に70何箇所のそのチェックポイントがあるんですけど、そこに働く人も70何人しかいないっていう。一箇所一人とか二人。そんなんでチェックしきれないんです。で、アメリカから来るオレンジやらレモンやらはですね、みんな TPP とか TBZ。レモンに今でもレモンをひっくり返してみると、それにレモンに一つ一つ書いてあります。TPP、OPZ、シオって書いてあります。TPP っていうのは、OPP っていうのは、オルソフェニルフェノールです。保存剤ですね。防カビ剤です。TBZ、チアベンダゾール。これは、殺菌剤ですね。そういうものをまぶしてこないと、日本まで船旅で持ってこない。みんな腐っちゃうんです。で、これはですね、なぜ腐ってるかというと、業者が輸入して、その時はピカピカしてたレモンなんですが、その後、レモンの値段が上がるのを待ってですね、何ヶ月も港の倉庫にほったらかしておいたんで、ついにその薬効を虚しくカビが生えちゃったわけですね。そう。これでもなんかいいのは拾って売るんじゃないかなと思ったりするんですが、まあこういうことが
その日本農業、日本のレモンやらオレンジはこれでどんどんなくなっちゃうんですね。で、バナナ。バナナも東南アジアから輸入してます。台湾やベトナムや、インドネシアからも入ってます。台湾からも来てますね。有毒ガス使用中、これ、バナナを虫焼きにしてる。バナナが、いろんな虫があっちゃいけないっていうことで、生産ガスでやるんです。で、ここでやってますから、ここで使用中だから、ここが入るなよ。危険だよ。生産ガスったら、ナチスが使った、大臣を殺したガスの一つでもあるんですね。非常に危険です。最近は生産ガス使ってないようですけれども、それを使うとですね、緑色で入ってきたバナナがみんな黄色に熟れてくれるんです。そういうやり方をしてたんですね。だから、いや、今はこれもうないと思いますけど、他のガスを使ってますね。そんなに危険でないガスを使ってますが、いずれにせよ、青いものを入れないと持たない。黄色いの入れたら途中で腐っちゃう。ああいうものを入れて、青いのを入れて、黄色くしてから市場に出るということは今でも行われています。それも農薬だらけですね。危険物だらけです。当時はですね、アメリカの牛肉やオレンジが日本にバンバン入ってくるっていうのを、経産省がですね、政府広報経産省がこんな大きな看板を、これ駅前、博多の駅前ですね、に掲げて輸入拡大、これ日本中の駅に飾りました。世界のあちらこちらからワクワクするような出会いが、ドキドキするような怖い出会いがありますって書き直した方がいいと思うんですけど、輸入品生かして我が家も国際化。要するに日本農業はもう捨てたと。自動車をバンバン売るためにはアメリカから農産物を売れるのがいいんだっていう考え方で日本の経産省は動いたわけです。だからもう日本農業は潰れつつありますね、今も。もうほとんど老人しかやってない。老人ももう辞めちゃう人が増えてる。日本農業はやめたっていいんだと。アメリカがどんどん農産物作ってくる。しかし、農産物というのは、国民の国家の安全を保障できるかどうかという、安全保障に関わるものですね。それを全部外国に委ねちゃっていいのかっていう、そういう奴隷根性でいいのかっていう問題があります。アメリカは絶対そんなことしません。200%ぐらい、生産してます、農産物。だから、100%は輸入できるんです。輸出できるんですね。そのアメリカの米がすでにその時から入りました。カリフォルニア米は美味しいぞというキャンペーンが散々されました。で、某100円寿司がですね、カリフォルニア米を使った寿司だぞっていうことで大宣伝しました。旗まで立てなくてもいいだろうと思うんですけど、旗まで立って美味しいぞってやったんですね。こういう、今でもこういう、今はもうこういう屈辱的なことはやってませんが、まあ、米だけじゃなくて、食肉、鶏肉や牛肉、豚肉もみんなそうですね。密食っていうか、ぐーっと大きな狭いところに入れて育てたものを日本に入れてます。柑橘、ポテト、ワイン、チョコ、米などをアメリカ狙います。アメリカの肉はうんと安い。この最近2、3日は上がってるって言いますけども、アメリカのあれはうんと、日本、国産の肉に比べたらうんと安いです。それはしかし、成長ホルモン剤を与えてるんですね。短期間にダーッと大人になると。食肉できるようにする。そうやるとうんと体が弱るもんですから、それを防ぐ、病気になるのを防ぐために抗生物質をバンバン与える。だからアメリカの、食肉にはその抗生物質やら、成長ホルモン剤が入ってると。それを人間が食べていいものかっていうのが議論になってます。だから、その食べ物をですね、外国に委ねるっていう政策自体が大間違いなんですね。それを我々はよく意識しとかなきゃいかんと思います。これは中国から、いや台湾から来る山菜です。で、日本へ輸入されて菜がなくなっちゃうんで、山菜。菜がなくなったらどういうことかというと、国産なのか中国産なのかってことを示さなくていい、よかったんですね。横浜港行ってみたら、ドラム缶で来る中国の山菜、わらびに、蓋が開いてて、ホームレスのおじさんがこれをつまみにして焼酎飲んでました。これ、まあ、だから漬物で塩漬けで来るから、まあ、ちょうどいいつまみでしょうね。しかし、これがですね、ドラム缶ごと地方へ運ばれます。これ、長野県に運ばれた分です。
これは酸素、わらびだったり、ゼンマイだったり、いろんなものが入ってます。こっちには、その、きゅうりやらっきょうや、いろんな、ニンニクまでありますね。なぜこの長野県まで運ぶかというと、これが長野県の山菜になるんです。青森に運んだのは青森の山菜になります。ここへ来たものはですね、塩抜きをまずされます。でも色が変色してるんで、漂白もします。で、漂白するとまずと、ろうそくみたいになっちゃうんで、それを着色もします。緑のわらびだったら緑にしよう。紫っぽいにもしよう。で、そういう着色工程を経て、保存料がまぶされて、国産の漬物、長野県だったら信州の漬物として、売りに出されるんですね。信州土産になります。青森も青森土産になります。福島も福島土産になりますね。で、加工地が日本だから、加工したのが日本だから、国産と銘打って間違いないという違反ではないっていうのが日本の建前です。だから差異が分かんなくなっちゃうんですね。こういうものが売られてました。野の味、山の香り、信州で売ってたものがこうです。うちの裏山の山菜です。いかがですか？うちの裏山って、ね、いかにも信州で伝えて書いてますけど、この山菜は日本の裏山、中国の山は日本の裏山に当たりますっていう、そういう説明になったりもするんですね。だから嘘じゃないということになったりしてですね、まあ笑っちゃうんですけど、こういうのが、旅館行ってもこういうのが出ますけども、美味しい山菜、あるいは山菜ラーメンとかいろいろありますけども、大体日本のもんじゃないですね。日本はこんなにバンバン売れるほど山菜は取れないんです。山菜がどこで取れるか、非常に清らかな水と、人里離れた、つまり、いろんな開発が進んでないところでないと取れないんです。その場所をおばあちゃんやおじいちゃんも教えてくれない。ちょびっとしか取れない。だからこんなにバンバン売れないんですね。だから大体もう山菜として売ってるものはみんな輸入物だというふうに、考えていいと思います。でもそれが国産だというふうに騙されるのは悔しいですね。今は産地をちゃんと中国とかけとかいうふうになったようですけど。で、これが、今日の締めになるかな。これは、マリリン・モンローさんです。輸入農産物だけでこれを作りました。コラージュって言うんですね。このブツ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 このものを置いて、それでものを表現するっていうのは。で、62年にモンローさんはお亡くなりになったんですね。だけど、その死のベッドには薬瓶がブクロゴロ転がってたんです。で、薬物中毒で死んだということにされました。しかし、それは陰謀があったんじゃないかっていうのが、ワンバンアメリカのニュースではやられましたね。つまり、ケネディ大統領はですね、密かに彼女と通じていたというとかですね、いろんな噂があったんです。で、だから密かに殺されたんじゃないかとか、いろんな話がありました。それはかわいそうだなと思いましたけど、まあ最終的には調べ切った結果、やっぱり薬物中毒で死んだんだなっていうことになってですね。薬物中毒といえば、この輸入農産物の薬品漬けを食べてれば、我々も薬物中毒になるんじゃないか。という思いからですね。いずれ、お互い薬物中毒で亡くなった人間同士、天国では会えるかも、なんて思いながらですね、薬漬けの哀悼の意を、追悼の意を込めて、この輸入作品を並べたんですね。で、これはね、金持ちほどなんとかうまい、おいしい、なんか素晴らしいものはないとかっていう映画の一シーンですね。で、この真っ白い彼女の肌を作ってるのは、ヤシの、あれですね、ヤシの繊維で作った、ケーキなんかに降りかかってるシャキシャキしたものですね。ココナッツなんとかっていうものですね。で、この辺の胸を隠してるものは、これはプルーンだったり、レーズンだったりします。で、レーズンなんかもいろいろで汚染されてます。で、この辺の大豆やら、大豆も汚染されてますが、大豆やらトウモロコシは最近は遺伝子組み換えものばっかりが入ってきてますね。それが日本の大豆オイルの原料になったり、トウモロコシオイル、サラダオイルの原料になったりしてます。アメリカから輸入するものはもう、遺伝子組み換えものでない、こういうものはないですね。全部そうです。で、この辺は中国から来る、
クルミやらピーナッツですね。これも DDT や BHC が見つかったりしています。これはカルフォルニアのアンズです。これはカルバリルっていう殺菌剤が見つかりますね。アンズをポンと置いてですね、そこにピーナッツを半分にかじって置いたら、なんかちょっと雰囲気出てきましたね。で、目をつぶってるんですが、まあ、こういうピ、あの、これは松の実をポポポッと置いたんですが、これですね。からこれはやっぱりレーズンですね。これは、まあ、タイあたりから入ってくるマンゴー、干しマンゴーです。ドライマンゴー。これ大好きな方いっぱいいるでしょうね。これも汚染されてるんですね。で、こういう、これはだから1週間か10日ぐらいかけて作ってですね。子供はこれ作ってるとこ見に来て、お父さんが変なものを作ってるって言って、女房に密告されて、困ったことがあったんです。別に変なものじゃないって突っ張ったんですが、まあ、これを次の、これはですね、週刊金曜日にグラビアで載せました。これとペアにして載っけました。次のページ開くとこれが出てきます。レーズンは自己保護。ベノミでは、アジメホン入ってるキャプタプルーニアですね。カシューナッツはインドから、いや、ブラジルから、これシルカメチルが入ってる。トウモロコシはチアベンダゾール、ピリミホスメチル、フェントロチオン。これはですね、当時の輸入食品がどんなに汚染されてるかということをよく研究していた、シソン基金に頼んで全部調べてもらったんです。大豆はリニロンという除草剤、バラチオンという殺虫剤、クロルピリホスメチル、これ殺菌剤ですね。で、汚染されています。マカダミアナッツはケニアやオーストラリアから来ます。バラチオン、シルカメチル。このだからこういうものを食べるときにちょっと何の匂いがするかなって味わいながら召し上がってみると楽しみが増えますね。アーモンド、アメリカですね。これもシルカメチル。殺虫殺菌燻蒸剤ですね。変異原性があって発芽性もある。ピスタチオ、これも酒のスナックやバーでよく出てきますけども、イランやアメリカから入ります。これもやっぱりシューカメチル。殺虫殺菌剤ですね。から、干しアンズ。お口ですね。これカリフォルニア産ですが、これカルバリル。これも殺虫剤です。それで、が見つかりました。発がん性があるから、これむしゃむしゃあんまり食べ過ぎるとよくないですね。グリーンピース。これはカナダやイギリス。BHC。これも日本では使用禁止の薬剤ですが、そのものが見つかったりするんですね。染色体異常が標榜されます。クルミ、アメリカ産。これもシューカメチル。劇物殺菌殺虫剤。変異原性があって発がん性があります。クルミはね。まあね、ピーナッツ、中国のピーナッツ、さっきも言いましたけど、BHC が見つかったりしますね。BHC もやっぱり、塩素系の薬物です。昔は殺虫剤で BHC はよく使いました。シラミを殺すのに使うとか言ってありますが、今中国ではそれ使われてますね。それが混ざってます。ココナッツ、このフィリピンやタイから来ますが、これがシューカメチル。これも殺菌殺虫剤ですね。二酸化硫黄、SO2 で漂白してます。この普通のココナッツをただ刻んだだけではちょっと薄汚い色になるっていうんで、漂白してから加工して日本へ来てますね。これもあんまり食べ過ぎるわけにいかないな。これもさっき言ったドライマンゴーですね。これは安息香酸ナトリウム。合成保存料ですね。これ保存しなきゃいけないっていうことで、カビが生えちゃいけないっていうことで、染み込ませてあります。発がん性疑惑がありますね。変異原性が、この安息香酸ナトリウム。これも大好きだからといって、あんまり食べ過ぎない方がいい。ちょびっとつまむ分程度にはいいんでしょうけど、食べ過ぎは禁物ですね。まあ、うまい具合にモンロらしくなって作ってるうちにですね、ちょっとなんか足りない。臥龍転生を書くなと思って、レーズンをちょっとかじってですね、ここへポンと置いたら、まさしくモンローさんになりましたね。これ大事に取っておけばこの絵は良かったんですけど、そのうちにこれ全体に何ヶ月も経つうちにカビが生えちゃって、ネズミが狙うもんですからもうダメだっていうことで壊しちゃいました。残ってるのは写真でしか残ってません。貴重な写真です。これ撮影するときは一粒一粒がよく分かるようにと考えて、レンタルでリンホフを借りてきて、
死ぬも4インチ5インチのフィルムで撮影しました。それでだからどんなに伸ばしてもいいということで、愛知県の名古屋の建築士協会から注文があってですね、これを2メーター3メーターぐらいの巨大な画面にして、プリントして彼らは展示会に使ってました。それでもヘトもない粒子の状態でしたね。死ぬほど撮っておいてよかったなと思いましたけど、まあまあ冥福を祈りながら撮りましたけども、我々もいずれそういう薬物中毒にならないように気をつけない、まあ国産ものが一番いいんですよね。肉弾は国産ものをやれてダメだと思って国産物でしのいでるんですけど、高いんですよね。だからまあ国産物もそのうち薬物だらけになるでしょうから、卵なんかも薬物だらけですね。だから気をつけなきゃいけない。それから遺伝子組み換え物がバンバン入ってくるとですね、これも見分けがつきなくなります。で、遺伝子組み換えでないっていう表示をつけなくていいっていうのを最近になって農水省は打ち出しました。だからもう分かんないようにしてみんな食べろっていうことですね。だけど、例えばトウモロコシ、これはサラダオイルを作る原料で日本ではなってますけど、一旦オイルになってしまうと遺伝子組み換えかどうかはもう分からないです。大豆もそうです。一旦大豆、しらしめ油になってしまえば、遺伝子組み換えを使ったことかっても分かりません。それから、納豆とかですね、豆腐。これも大豆を使いますね。ほとんどがアメリカ産の大豆を使ってます。ただ、偉いのは国産大豆仕様の納豆もあります。ちょっと高いです。北海道大豆なんか使ってますね。で、その見分け方はですね、国産大豆仕様っていうのは、ちょっと、眉唾です。1% ぐらい使えば国産大豆を使用したってことになるんだそうです。国産大豆 100% 使用って書いてあるものは信じていいと思います。それは嘘だとしたら、やり玉に上がりますから、多分、本当ですね。だから私は、納豆やら豆腐やらを見るときには、国産大豆 100% 使用かどうか、っていうので見分けることにしています。まあ、そんなこと言わずに、汚染したものをバンバン食べて、黄泉の国で、本路さんに再開したらいいじゃないかっていう考え方もありますけど、まあ、それはまあちょっとあとまだ100歳時代ですから、人生もうちょっと先にしようと思ってます。まあ、こういうものを、こういうバカな仕事を、この写真というよりもコラージュとしての作品ですね。まあでもこういうもので汚染薬、輸入汚染薬品って汚染食品ってのはこういうもんなんだってことで、これで訴えたら、週刊金曜日は大喜びしてましたね。これで面白い。みんなわかるぞ。わかりやすい。しかも、モンローさんが、なんとなく魅力的じゃないかっていう言葉で言う人がいてですね。ああ、作りがいがあったなと思いました。そういう類のもので、アメリカからこういうものも入ってます。輸入の鶏肉、レモン、オレンジ、アメリカじゃないとこから来るバナナ、パイナップル、オレンジジュースからこういうクリームに乳製品ですね。エビはベトナムから来たりします。ベトナムのカラハザイではやられたところから来ますけど、まあ調べてみるとカラハザイの成分はベトナムエビには入ってません。だけどこういう牛肉はこれはほとんどアメリカ、オーストラリアですね。今、カナダもそうです。こういう類のものがみんな汚染されてるぞっていうので、汚染食品だけで作ってみました。全然怖くないですね。これ見るとどんどん食べたくなります。でもこれが非常にやばいものなんだと。だからこのワインもですね、この間フランスから来たワイン技術者が言ってましたけど、もうフランスワインも疑って書かれた。チリワインだ、アメリカワインだったらみんなダメだ。みんな遺伝子組み換えブドウを使ってる。だから一番いいのは自分が信ずる国産のブドウで作ったワイン。それしか調べようがない。日本で言うと山梨やら福島やらいろんなところで国産ブドウを作ってまして、それがワインになったりしてます。高いです。必ずしも美味しいとは限らないものが出てます。うまいのも最近は作れるようになりました。だけどそういうワインもそういう、白ワインや赤ワインもですね、そういう宿命を背負うようになっちゃったと。世界中のワインも疑わなきゃいけない。遺伝子組み換えで作られちゃう。
という危険があります。で、遺伝子組み換えというのは、何十年も飲んだり食ったりしてるうちに何か変化が出てくる可能性もあるわけですね。即死するような毒性はありません。ただ慢性毒性が怖いということですから、これも味わいながら、まあ、召し上がってみてください。で、今日はここまでですが、この次はですね、酸性雨、この間最近の記事ではまた新たな酸性雨が降ってると。全部、アリュー酸ガスは禁じたはずなのに、なぜか酸性雨が降って、その原因は何だっていうのを調べた記事があります。それから地球温暖化。見えないものの撮影をどうすればいいか、酸性雨をどうやって撮ったのかっていうことも含めてですね、そのノウハウをお伝えしようと思います。酸性雨ばかりはありません。いろんな問題がまだ残ってます。から今、加工食品と着色料、添加物は今もやりましたけど、これもまだ残ってます。それからゴミをアジアに輸出してきた日本。ゴミをですね、バンバン中国やフィリピンやベトナムに日本は輸出してきました。その輸出先の現場も撮影してきました。とんでもないことやってきましたね。それからアメリカでは何が起きたのか。その全部輸出用に遺伝子組み換え農産物にしただけじゃなくて、いろんなダイオキシン汚染があります。カラハ剤をバンバン撒いてきたのもアメリカです。で、それがアメリカではこの間大きな番組になって大騒ぎになりました。で、ナイアガラの滝っていうのはもう観光客が溢れてまして、新婚旅行のルートになったりしてますが、そこもですね、すざまじいダイオキシン汚染の現場があります。町がもうゴーストタウンになっちゃいました。滝の上の方の町が。で、そういう、そのアメリカの汚染というものと、それからヨーロッパで取材してきた環境問題をどう解決すればいいのかということについてもお話したいと思います。それから本土と沖縄。地下のダイオキシンの問題。沖縄では地下でカラハ剤が見つかりました。2013年に私が見つけましたけど、そういうのがこれまでずっと隠れてたんですね。それから本土のダイオキシン、これは何かというと、国有林の地下にカラハ剤を農林省の指示で、営林省がみんな埋めちゃったんです。埋めて隠したんです。それ50年前にやったんですね。それで今でも知らん顔してます。で、これが漏れ出したり、いろいろ問題を起こしています。それをこの間、21日、九州と沖縄だけに放映されましたけど、NHK が大特集をやりました。で、私もそれに出て、いろいろ発言したり、写真を見せたりしてます。で、そういう問題はですね、つまり我々の身近なところです。どこの神奈川県でも、埼玉県でも、群馬県でも、青森県でも、北海道でもあります。九州と沖縄の問題じゃありません。ですから NHK に全国放送でやってくださいっていう、できればですね、そういうお願いをメールで、NHK へのご意見と Google で打ち込むと、そのあれが出てきて、メールアドが分かります。そこへどんどんなるべく私が言ったということは書かずにですね、そういうものをやったそうだけど、ぜひ見たいっていう。そうすると全国放送になりますね。そういうのを打ち込んでいただくと。そういう問題もやります。それから原発の危険、福島にも私は爆発直後に行きました。それから核無策の核、アメリカに全く従ってるだけで、核禁条約にも入らない。オブザーバー参加さえしない。ドイツやフランスはオブザーカバー参加を決めました。NATO に入っててアメリカの核の傘にあるドイツでさえオブザーバー参加をしてですね、核禁条約を有効なものにしていこうという動きにしています。日本だけはそんなものに参加するとアメリカ、核保有国が参加しないんだから意味がない。だから日本は参加しませんと言って、橋渡し役をやりますけど、橋渡し役もやらないですね。ただアメリカの言いなりで動いてるっていうだけです。岸田さんもそう言ってますね。その参加しないと言ってますね。とんでもないことやってる。そういう問題も含めてですね、日本の、放射線ゴミはどうするのかということも含めてですね、放射能ゴミがいっぱい溜まってます。その、現場も含めてですね、お見せしたいと思います。これも、何月何日にやるか、まだ決まってませんけれども、それ、乞うご期待で予告だけ出しておきます。今日は
8時ですから、これで、あ、ご質問の時間をいただかなきゃいけないですね。そういうことで、はい、では、先生どうもありがとうございました。あ、いやいや、すみません、いろいろ喋りすぎました。はい、ありがとうございます。で、もうちょっと時間がございますので、先生にご質問、こんなこと聞いてみたい、あんなことをちょっと聞いてみたい、もしくは、あ、今手が上がってる方が、ちょっと、はい、あ、ゆうさわさんですかね。はい。はい、どうもありがとうございます。では、よろしくお願いします。はい。あ、どうも、非常に貴重なお話、ありがとうございました。あの、先生には、私、山梨平和ミュージアムの、スタッフをしてるんですが、10年近く前に、来ていただいて、館長の春日先生とお友達ということで、この枯葉剤被害の問題についてお話ししていただき、非常に勉強になりました。いやいや、はい、お久しぶりです。どうもありがとうございます。どうも、どうも。それで、質問としましては、はい、ダイオキシンのことについてお話や写真もあったんですけども、はい、しばらく前にはだいぶダイオキシン被害の恐れということで大きな問題になり、例えば家庭の焼却炉や学校の焼却炉も使用禁止っていうふうなことでずっと来たんですけど、最近はそのダイオキシン被害の問題っていうのがほとんどニュースにならないんですけど、これはどういうことでそういうふうな今ダイオキシン汚染の問題がそういう取り上げられないのかっていうことについて伺えればと思いますが、お願いします。はい。はい、これはですね、この間も週刊現代がダイオキシンは当時盛んだったけど今はやってないじゃん、あんな本当に危険があったのかなんていうバカな記事を載せましたけど、これはですね、ダイオキシンが問題としてなくなったわけでは全くなくて、ますます深刻な状態になってます。メディアが報じなくなったんです。メディアがなぜ報じないかというと、テレビ朝日が徹底的に叩かれたんですね。ちょっと勇み足をやって、所沢の葉っぱものの野菜が問題だっていうような言い方をした結果ですね、所沢の農協が、農林族の議員さんたちと組んで、テレ朝をやっつけろということで、訴訟を起こしてですね、結局、テレ朝は、敗訴になりました。最高裁まで行ったんですね。東京高裁は間違った報道はしてないっていうところまで、地裁も高裁も行ったんですけど、最高裁まで行ったら、そういうふうに思わせるような報道をしたことは犯罪的であるっていう、そういうバカな決定をしてですね、テレ朝は100万かなんかの賠償金を払いました。それがメディアを震え上がらせる一番いいやり方だったんです。で、それ以降ですね、それまでは日本テレビも NHK も各社全部やってたのがピタッとやらなくなったんです。やってるのは私ぐらいで、あと沖縄の新聞ぐらいでやらなくなったんです。だからそういうですね、だけど世界中が集まって、今年もアメリカでやってますけれども、ダイオキシン国際会議というのはやられてます。世界中の学者がですね、ダイオキシンの危険性はこんなにひどくなってんだっていうのを報告し合って、学会が開かれてます。で、そういう学会が開かれてるということも日本は、報道さえしないですね。だから、問題がなくなったんじゃなくて、報道しなくなった。脅かされちゃった。そういうメディアコントロールっていうのは非常にこの間、うまくやりましたから、メディアが政府の言うなりになるっていうのは、非常に困ったことなんですけど、まあ NHK に対する圧力も露骨になってきたし、最近では読売新聞が大阪の府と行政と一体となってですね、もうやると。つまり行政や権力を持った側に対する批判をするという姿勢を失った、骨抜きになったメディアがいっぱい増えてきてるんです。だから問題がなくなったんではなくて、メディアが報道しにくくなったということですね。私は何を言われても構わないから、もう、んと危険だなっていうことを繰り返そうと思っています。NHK がさっきも言いましたけど、やった、国有林の枯葉剤の問題は重大な問題です。これも、明るみに、ぜひ全国放送でやってほしいと私は考えています。そういう状態ですから、今後もダイオキシン問題は気をつけておかなきゃいけない。
で各国ヨーロッパもアメリカもですね、大学進規制は日本以上に素晴らしくきついです。日本だけが甘いんです。それを腹に入れとかないといけないだろう、そんなに安心できないよっていう問題があると思います、というようなことでよろしいでしょうか。どうもありがとうございました。はい、ぜひまた山梨ヘアミュージアム の市民講座に今日のようなお話来ていただければと思っています。はいはいはい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうも吉澤さん、どうもありがとうございました。手を挙げてらっしゃる方、ビデオもオンにしていただいて、どなたかしら、ちょっと順番に言わせていただきますね。高橋優也さん、はい、マイクをオンにしていただいて。高間先生、はじめまして。あ、どうも。はい、聞こえてますか。武田さん、はい、ちょっとお待ちくださいね。はい、すいません。はい、高橋さんどうぞ。はい、僕今現研の学生なんですけれども、昔東京農業大学で農学を勉強しておりまして、大学の授業で日本の農業は化学農薬と肥料、世界の中でも一番使ってるんだっていう、その通りです。話を聞かされたんですね。で、その原因としては、日本の気候と適していない作物を育てなきゃいけない。はあ、だからそのために農薬だとか、化学肥料を大量投下してるっていうんですけれども、先ほど先生が、講義の中でお話ししてた、日本の、国産の食べ物を、たくさん消費することによって結局輸入を減らして安全な食を守っていこうという話は、その点でちょっと矛盾している可能性があると思うんですけれども、その点にはついてちょっとどうお考えなのか。はい、わかりました。ですけども、はい、多分ですね、その東京農大の先生がおっしゃってたのは、日本の農業生産に適してない作物をみんな作るようになったからというのは必ずしも正確な言い方ではなくて、どんな時期でもイチゴを食べれる、どんな時でも、はい、みかんや何でも食べれると、はい、要するに季節に関係なくハウス農業さえやってればいいんだという農業にこう変わってきたっていうのが問題なんですね。だから日本で南方のバナナをバンバン栽培してるかっていえば、そんなことはやってないんです。それ採算取れませんから。ハウスで作れば作れます。でもそれで採算を取ってる農家っていうのはごく特殊なケースですね。日本農業全体がやってるのは、化学肥料とか殺虫剤や殺菌剤を入れて病気にならないようにしながら、いつでもどこでもあらゆるその旬のものでないものまでみんなが食べれるという農業をやってるっていうところに問題があったんだろうと思いますね。今でもそれは続いてます。でも日本で熱帯の作物を作ってるかっていうと、それは沖縄では作れますけれども、北海道で熱帯の作物を作れるかっていうと作れません。ハウスで、ですね、バンバン重油を燃やせば、それはできないことはないでしょうけれども、そんな農業で儲けようとしてる人はいませんね。ですから、はい、日本では作るのが無理な農作物を作ってるんじゃなくて、本当は作れない時期に無理して作ってると。それで付加価値を高くして、冬場なのに青いナッパが食べれるとか、そういう類の農業が一般化してるっていうところに問題があるんだろうと思いますね。で、なるほど。ただですね、最近は、温暖化が進んでですね、東北や北海道でかつては作れなかったようなあったかいところでのものが作れるようになったっていうことがありますから、それは農業を変えようというんじゃなくて、そうなっちゃったというだけの話であって、だんだん熱帯化するのは困るなというふうに私は思いますね。そうすると日本なんかで熱帯作物を作ると、今度は虫が出やすいですから、それを今度は殺虫剤で退治しようとかですね、そういうふうに流れますから困ります。はい、だからまあ多分そういうことだろうと思いますね。ですからもし機会があったら、はい、その教えてくださった先生に確かめて確認していただければと思いますね。あ、は
い。よろしいでしょうか。調査していただきます。ありがとうございます。はい、はい、どうも。高橋さん、どうもありがとうございました。そしたら武田さん、先ほど手を挙げていただいて。あ、はい、あ、じゃあ、高橋さん、ちょっと、じゃあ、ビデオ、オフにしてもらえますか。はい。あ、はい。じゃあ、武田さん、どうぞ。あ、音が聞こえませんね。音が聞こえません。武田さん。あら、どうしたのでしょうか。お声が聞こえないようです。マイクもオンになっているようですが、ちょっとこちらの方にお声が届かないようなんですけれども、チャットでじゃあ質問していただいてもいいですか？あ、そうだ。先生のところにちょっとチャットをお送りしたんですけど、ご覧いただくことできますか？チャットのところ、下の真ん中あたりにチャットって書いてある。ありますね、はい。はい、そこちょっと先生宛に私先ほどメールをした、メッセージを送ったので、あ、そうですか、はい、ちょっとご覧いただいて、はい、はい、あ、そうか、カーソル動き回ってる、はい、ごめんなさいね、はい、それから藤原さんからのご指摘で、分散していたのは政教運動し、観光は日本政教連と全国消費団体連合ですとのことです。最初の知られた記者に誤りがあったとのことなので、はい、はい、すいません。どっかで出してくれたすったな、くださったなと思って。はい。はい、じゃあ私の方からちょっと代読というか、はい、はい、ちょっと最初のスライドで先生の方から、本の、出版のことについての表記があったんですけれども、観光というか、連載をされていたのが政教運動誌ということで、で観光がその後日本政教連と、もう一つどこでしたっけ、全国消費者団体連絡会、はい、そうですね、そのところか、その出版から出版されたということで、ちょっと最初の表記に誤りがあったようなので訂正させて、してますね、はい、訂正させていただきます。はい、わかりました、はい、よろしくお願いします。今質問ではないのですが、我が八王子市は、我が八王子市では、お隣の昭島市と大躍進で争っています。なんだろう、焼却炉の問題でしょうかね。はい、これチャット、これ以上。あ、はい。で、争っていますというところでちょっと止まってますね。はい。これで、その後はまだちょっと。今書こうとしてらっしゃるんでしょうか。あ、そうですか。あ、はい。じゃあ、ちょっと武田さんの、チャットを待つ間に、先生に感想でも、はい、何でも結構ですので、今、こんなことを感じたとか、そういったことを参加者の皆さん、ミュートを切っていただいて、お声出していただけるとありがたいです。いかがでしょうか。皆さん、シーンとして。いいでしょうか。あ、はい。あ、すいません。はい。あ、谷口さん。谷口と言います。あ、はい。そしたら谷口さん、ビデオの方もじゃあオンにして顔出してもらえますか。はい、ありがとうございます。どうぞ。あ、先生どうも、ありがとうございました。はい、はい、どうも。以前お世話になりました。先生の最初の方の、解説の中で、取る側は、肖像権を心配しなくても大丈夫です。え、何が？あ、取る側は、肖像権は気にしなくて、心配しなくてもよくって、クレームが来たら、その時は謝りましょうというお話でしたけど、ちょっと、まあ、それでいいでしょうか。いや、なんかね、つい、まあ、人に顔を向けると、あ、カメラ向けると、なんかいろんなこと言われるもんだから、つい振るっちゃうんですけど。カルチエ、アンリ・カルチエ・ブレッソンっていう有名な写真家がいますけど、あの人は、手持ちのカメラを、もうアングル、
風景見てるうちにここからここまでの枠で映るなってのは分かるもんですから、それでさっと胸から離してパシャッとシャッターを押してそれで撮っちゃうんですよ。じーっとカメラににらめ覗きながら、あのいいシチュエーションにならんかななんて、のんびりとしたことをやってると、何やってんだあんたはっていうふうに言われますから、もう素早く対応でやるというのは一つコツですね。そうしないとですね、いいタイミングを逃しちゃうんですよ。だからそれで相手が許してくれるかとか、撮らせていただいてよろしいでしょうかなんて聞いてる人もいますけど、そんなことやったらもう撮りたいシチュエーションは消えてますね。だからそんな風にしないで撮っちゃう。撮っちゃって問題が生じて、いや、なんで撮ったんだよったら、あ、ごめんなさい、これ、すぐ消しますからとかね。いや、でも撮ってもこれは発表しませんからとか、いろんな逃げ道ありますから、そういう、今あるシチュエーション、そのタイミングは絶対逃さないように、素早く行動するというのが写真家に求められる、ノウハウの一つですね。ノウハウと言いましょうかね。コツですね。ありがとうございます。気を強く持ってやってください。ありがとうございます。谷口さん、どうもありがとうございました。じゃあちょっと武田さんのチャットの方を、読んでいただくと、八王子市民が木島のゴミのダイオキシンを浴びている状態です。行政対行政ではなく八王子市民と昭島の行政ですっていうことですね。そのことについて先生がどう思われますかっていうことでしょうか。ああ、これはけしからんですね。だけどこれは昭島市に対して、住民が訴えを起こしても勝てるとは限りませんね。これは焼却炉の側に国政も裁判所も味方するのが日本の雰囲気ですから、これはなかなか勝てないかもしれません。これが、ところがアメリカの軍事基地の住宅がですね、その前にできた産廃焼却炉の煙突から煙が来るっていうんで、アメリカは大騒ぎしました。それは日本の政府が間に入って、焼却炉側を潰しました。アメリカ様に対してはそういうふうに、尻尾振っていろいろやるんですけど、住民が署名簿を持って戦ってもですね、なかなか勝たせてくれないというのが、現実ですけれども、でも問題が大きくなればですね、これは報道もされます。報道されると、いい加減な結論を押し付けるわけにはいきませんから、きちんとした冷静な科学的結論を裁判所も提示しなきゃいけない。ですから、必ず負けるというものではないと。だからこれは、抗議なすったらいいんじゃないですか。で、大体焼却炉というのは今広域になってまして、いろんな都市と都市の行政の境目、市、県境じゃなくて市境、町境にその施設が置かれることが多いんです。そうするとこういうどっちの市のあれがどっちの市を汚したっていう問題が出てきますね。だから、市境に置くっていうのもけしからんのですけど、本質的に言えばさっき言ったように、大体その燃やしてその問題解決しよう。いろんなものはもう使い終えたら燃やせばいいんだっていう考え方が間違いなんです。だから、これ多分、これで訴訟を起こすとですね、ダイオキシンは一切出してないっていうデータが出てきます。だけどそれはさっき言ったように一番燃え盛ってる大学生が出ない時のデータで作った数値ですから、そうなるわけですね。だからそうじゃなくて、ずーっと、ドイツなんかはそうじゃなくて、一番燃え盛ってる時のデータは許さないと。着火から鎮火、あれ故障で消える時、火力が弱った時の、あれも全部、デコボコも含めて全部の平均値を出せという、そういう調査をする装置が各、焼却炉についてます。そういうのは日本はつけないんですよね。つける義務がないんです。だからその義務を果たさせるという運動にもなりますし、そうすると大学生はないよっていう言い訳が成り立たなくなりますから、いろんな手この手で、問題を
解決するという対応ができると思いますね。頑張っていただきたいと思います。はい。武田さん、あ、最後ありがとうございますとチャットに書いていただきました。ありがとうございます。こうですね、 HCB ライカを使ってみれば分かります、はい、その通りですね。そうです、 HCB ってのはアンリ・カルチェ・ブレッサンのことです。はい、ライカを使ってますね。チャット便利ですね。ありがとうございます。まだあれですね、はい、はい、さんで他にあとちょっと今日時間がね、先最初してしまいましたの で、 で、はい、20分ぐらいを目安にちょっとおしまいにしようかと思うので、はい、あと、まあ、10分ほど先生とちょっとディスカッションというかお話しできればなと思っていますが、いかがでしょう か、 ご感想をお話しいただくと大体褒め言葉になっちゃいますから、はい、感想じゃなくて講義とか、はい、おかしいんじゃないのっていう話でも歓迎しますから、どうぞ。もし手を挙げていただくと、リアクションボタンを押していただくと分かるかなと思いますが、今手をこれ挙げてらっしゃるのは武田さんのがそのまま手を挙げた状態になってますかね。長谷川さん、はい、じゃあどうぞビデオとマイクをオンにしていただいてお願いします。長谷川さん、じゃあ私がミュートを解除ですか。なかなか皆さん内気な方が多いようです。え最初に遅れてうまくいかなかったのは私は内気なせいなんですね。すいませんでした。私からじゃあ質問よろしいですか。どうぞ。はい、日本国産が 1% でも入ってたら日本国産と表記をしていいというのはちょっと衝撃的というか、あ、はい、ドキッとしたんですけれど、スーパーに行って写真撮りたくなりましたけど、これは本当に 100% で食べてなかったんだっていうことを改めて写真視覚で見て感じるようにしたいなというふうに思いましたけど、はい、正確に言うとですね、国産、国産大豆使用と書いてあるんです。何パーセントとは書いてません。国産大豆使用と書いたのはその 1% でも国産大豆使用したことになるっていうふうにさっき言いましたけど、はい、信頼できるのはさっきも繰り返しますけど、国産大豆 100% 使用と書いてるのは信頼できます。何パーセントと書いてなくて国産大豆使用と書いてるのはちょびっと使ってるよっていうニュアンスですね。あ、なるほど。そういうこと。今M さん、以前新婦人新聞が取材していろんなメーカーの豆腐の原料を調査したところ 100% 国産、あ、途中で切れたっていう。あ、どうぞ声ミュート切って発言話していただいてくれますか。ミュート切れませんかね。え、私、あ、M っていうのは、こんにちは。あ、こんにちは。あ、小出真紀夫です。小出さんどうも。はい、お久しぶりです。今、お豆腐のことをちょっとチャットしていただけましたけど、はい、取材されたんですね。以前取材した時に、いろんなメーカーのお豆腐を集めて、試験場に持って行って調査してもらったんですけど、やっぱり、なんか 100% 国産大豆って言っていても、若干、遺伝子組み換え大豆が混じっていたり、いろいろでした、やっぱり表記は。だから、ああ、そうなんですね。本当にすごく信頼できる手作りのお豆腐屋さんで、本当に生産者さんも分かってる大豆を使ってますよっていうところだけが 100% 国産で遺伝子組み換えではない大豆っていう
感じの調査結果で結構びっくりしましたね、うん、じゃあほぼほぼスーパーに並んでるお豆腐や納豆は、うん、どこで混じっちゃうのか分かんないけど、倉庫の中で混じるのか、なんか、少し混じってるのか、まあ、検査の誤差もあるのかもしれませんけど、その時は遺伝子組み換え大豆かどうかっていう調査をしたんですけどね。ですね。そんなこともありました。でも、結局、その調査機関の人も言ってたんですけど、確かに 100% 日本の国産のものを食べようと思ったら、高くつくって思っちゃうけど、例えば通信費とかスマホ代は1万円前後かかっても、みんなもう高いとは思わないで暮らしているから、やっぱ価値観でしょうねって言ってましたね。安全で安心できる食べ物にどれぐらいお金をかけてもいいかどうかっていうその価値観、をどういうふうに考えるかっておっしゃってたので、あ、そう言われてみればそっかと思って、それからはやっぱり国産のものを心がけてます。以上です。はい、ありがとうございました。いや、いい調査をなすったんですね。なかなか純粋には、なかなか 100% っていうわけにいかないのと、それから遺伝子組み換えものがこれだけ入り込んでくるとですね、もう遺伝子組み換えものは F1 で種が発芽しない形になってるはずなんですけど、それが農村のあぜに漏れて発芽して、それが成長するということがもう出て、来始めてるんですね。ですからそういうものが出てきちゃうと、大豆畑にそういうものがポロンといっちゃったりすると混ざっちゃうわけです。だからそういう危険もありますね。住友化学の会長が経団連の会長もやってたのが2年ぐらいまでそうなんですけど、その時にモンサントと非常に親しくて、モンサントの代理店までやるということになって、モンサントは遺伝子組み換えの先鋒体ですもんね。で、遺伝子組み換えの表示を日本でなくそうという、政策にもつながってるわけですけど、そういう、いわば、アメリカとのつながりの強いところが、そういうイニシアチブを握っていろいろ策動してるということがありますから、どんどんこれからは、純粋を求めるってのは難しい。一番純粋にやろうと思ったら、北海道なら北海道の、大豆農家さんと契約して、それだけを使って、どっかで作ってもらうとかですね。あるいは自分でお豆腐や納豆を作るとか、いうふうになればもう完璧ですね。まあ、でもそれ、なかなかできないですもんね。まあ、だから、ちょっとはしょうがねえやと思いながら、あんまり完璧でないと生きていけないっていうふうに思わずにですね、わずかならまあしょうがないかと思いながら、なるべく安全な方を選ぶと。というふうに対応するしかないだろうって感じしますね。ありがとうございます。なんかチャットの方でもいろいろ高橋さん、武田さん、発言していただいていて、また、モンサントの、種子メーカーのこととかですね、今、まあ、F1 種とかいろいろありますけど、皆さん興味がそういったところにあるのかなというふうに感じました。私もなんかもう生活に直結していることだと思うので、高橋さんは栽培技術研究されてたんですかね。まず先生がこう連載されていた環境百科のまた続きをしていただけるということで、また皆さんにお声掛けして参加していただければなと思います。ちょっと日程の方はまた調整し、そうですね、してですね、はい、ありがとうございます、はい、ちょうど8時20分になりそうな時間になりました。せっかくですので最後皆さんビデオをオンにして今日参加していただいた皆さん、ちょっとお顔を出していただけますか。 ありがとうございます。
ありがとうございました。藤田です。あ、どうもどうも。いや、遠くから参加していただいて。ありがとうございました。今日は遠くはマレーシアの方もいらっしゃるというふうに伺っています。はい、ちょっともう退出されたかもしれませんけど。ああ、そうですか。はい。あ、まさひこさん、マレーシアから。あ、はい、ありがとうございます。ああ、そうですか。どうもどうも。今、黄色いお洋服の、ありがとうございます。藤田さんも、はい、パソコンに向かってはマスクじゃないと思いますけど。ちょっと私もじゃあビデオをオンにします。癖になってしまっても素晴らしいですね。私も今日は外してここへ来てますけど。でも分かりました。どうもありがとうございます。いやいや、オミクロンにもかかわらずお元気そうですね。何仙台から参加していただいて。はい。こうやってね、オンラインでたくさん全国もういろんなところから参加していただいたのはとってもありがたいです。今チャットで伊藤さんという方から去年はお世話になりました引き続きご活躍をって書いてますね。あ、はい。あと、あ、そうですか。ちょっと途中で退出された吉田邦彦さんも先生によろしくお伝えくださいというふうにおっしゃっていました。吉田邦彦さん、北海道大学の教授ですね。あ、そうなんですね。今日は、40人ぐらいの方がこうちょっと出たり入ったりというか、まあ、参加していただいて、今ビデオでオンにしていただいている方は半分ぐらいですけれども、今日はちょっと最初押してしまいましたが、すいませんでした。はい、どうもありがとう、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。先生もまたよろしくお願いします。はいはい、こちらこそよろしく。はい、で、あ、そうですね、こんなことをしてみ、してほしいとか、こんな講座があったらいいなということがありましたら、ぜひ現代写真研究所の方にご意見をお寄せいただければと思います。まあ、フォトジャーナリズム専科という授業を先生に月に1回持っていただいているので、そちらも絶賛生徒さん募集中です。どうぞよろしくお願いいたします。はい。ありがとうございました。今日は2時間にわたり、どうもありがとうございました。じゃあ、お大事に。はい。随時退出ということでよろしいでしょうか。はい。はい。失礼します。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。私は皆さんを見送ります。さようなら。小出さん、お久しぶり。高橋さんもまた元気で。上田さんもさようなら。顔が半分です。ありがとうございました。上田さんもうまく入れてよかったです。マイクオンにしてみてください。マイクオンに、あ、できましたね。ありがとうございました。はい、無事に、はい、先生になんかないですか？いや、なんかすごい恐怖感を感じました。いろいろ見せていただいて、食べるものにね、かなり緊張しないといけないなっていうのをなんか改めて感じました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、またオンライン難しくなかったですよね。はい、大丈夫でしたね。た。ありがとうございました。高橋さんもどうもありがとうございました。マイク、あ、はい、ありがとうございました。どうも。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあ、退出というか、勉強になりました。はい。じゃあこれで一応終了にしますね。はい。はい、じゃあ先生、はい、どうもありがとうございました。はいはい、お世話になりました。ここでポストの方から、はい、最初、はい、もうもうして何が原因ですかね。私が操作が間違ってるのかな。いや、マイクを設定っていうところで、今まで USB でヘッドホンしてうまくできてたので、ちょっと原因もちょっとこちらでも調べてみます。そうですね、はい、また教えてください。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、失礼します。全員で失礼します。